우리 다락방 전도운동은 다락방 노 덴도 운도도와 훈련을 많이 하죠. 훈련을 탁상 시마스. 물론 전도운동입니다. 물론 덴도 훈련です. 전도운동을 위해서 훈련을 하죠. 덴도 운도노 타메노 훈련です. 그럼 제가 볼 때는 전도 훈련이 아니다 이렇게 저는 보고 있어요. 시카시 와타시가 미타 도키니와 덴도 훈련ではないと 思っています. 저는 말씀 훈련이다 이렇게 보고 있어요. 와타시와 미코토바 훈련だと 思っています. 왜 계속 끊임없이 우리는 현장에서 띠두르고 예수 믿어라 천국 지옥 그 얘기 하는 게 아니잖아요. 나ぜなら私たちはただ単に現場に出てイエス信じてください。これだけを伝えているわけではありません。내가 있는 현장에서 조용하게 말씀 운동을 계속 펴나가는 겁니다. 私がいる現場の中で継続して静かに御言葉運動を開いていくわけです。우리 집중신학운동 마찬가지로 뭐 전도 이러면 된다 저러면 된다 어떤 노하우를 가르친다고 생각하시면 안 됩니다. ですので、伝道神学院でも伝道はこのようにしなければなりませんと、あるノウハウを話しているところだとは思わないでください。응답받은 것을 물론 간증하다 보니까 막 이래야 된다 저래야 된다 그렇게 생각할 수 있어요. 答えを受けたものを証しをしているので、あ、こういうものかなというふうに思うかもしれません。저는 말씀 훈련이다 이렇게 좀 봅니다. 私は御言葉の訓練だと思っています。그래서 유머선도 마찬가지고 강사도 마찬가지고 우리를 계속 하나님의 말씀을 얘기하잖아요. 그래서 류 복희 선생님 혹은 다른 교수님들도 계속해서 미고도바를 전해드립니다. 근데 이제 이렇게 훈련을 사실 많이 받고 있습니다. 그리고 실제적으로 훈련을 많이 받고 있습니다. 근데 유 목사님이 우리에게 훈련하는 목적이 뭐라 생각하십니까? 하지만 류 복희 선생님이 우리에게 훈련을 시키는 목적이 무엇입니까? 물론 결론은 전도겠죠. 물론 결론은 전도죠. 그러나 저는 생각할 때 응답이다 봅니다. 하지만 제가 생각할 때 이것은 답이라고 전도도 하나의 응답의 결과거든요. 전도도 어떤 의미에서는 답의 일종입니다. 지금까지 우리는 사실상 열심히 했지 응답을 받는 훈련을 제대로 받지를 못했어요. 私たちは今まで実際一生懸命してきただけで答えを受ける伝道はしてきませんでした。 근데 유 목사님을 통해서 응답받는 훈련들을 계속 하고 있습니다. しかし、劉牧師先生を通して答えを受ける伝道をしています。 근데 지금 많은 교회에서 많은 사명자들이 훈련을 계속 받는데 놓치는 게 있어요. しかし、多くの使命者たちが多くの教会で訓練を受けていますが、逃しているものがあります。 훈련은 받는데 응답을 놓치고 있다. 訓練は受けているのに答えを逃しています。 그러니까 훈련 받는데 응답을 놓치다 보니까 어느 날 한계가 버리는 거야. 訓練を受けて答えを逃してしまうので、ある日限界が来るわけです。 훈련 받아도 안 되더라 이렇게 이러는 거야. 訓練を受けてもできなかった、このような結果が出るわけです。 여러분 지금 우리는 영적 전쟁을 하고 있거든요. 私たちは霊的な戦いをしています。 근데 훈련 받다가 응답을 못 받으니까 탈영한 사람들 너무너무 많아. しかし訓練を受けていて答えを受けないので脱影した人がたくさんいます。 아마 우리 하나같이 예원교회가 우리 사명들 가운데도 아마 지금 탈영한 그런 분들도 아마 있지 않겠다 싶습니다. ですので、浜松イオン教会でも知りませんが、訓練を受けている途中で脱影してしまった人がいるのではないのかと思います。 여러분 훈련을 받으시면 반드시 뭐 해야 되느냐? 訓練を受けたなら必ず何をしなければならないのか。 응답을 반드시 확인하셔야 돼요. 答えを確認しなければなりません。 우리는 응답받기 바쁘지 응답을 아니 훈련 받기 바쁘지 응답을 확인하는 그런 시간들이 별로 없는 것 같아요. 私たちは訓練をするのには忙しいんですが、答えを確認する時間はないと思います。 제가 91년도 류 목사님 제가 만났습니다. 私は91年度に劉牧師先生と出会いました。 그때 지금까지 계속 훈련 받고 있습니다. その時から継続訓練を受けています。 저는 훈련을 통해서 계속 응답을 확인했어요. そして私は訓練を通して継続答えを確認してきました。 이것도 얘기하려고 그러면 시간 많이 걸립니다. これもまた話そうと思うと時間がたくさんかかります。 근데 지금은 이제 그걸 얘기하려고 하는 아니니까 이거는 최대한 제가 짧게 하겠습니다. しかし今ここでそれを話すわけにはいかないので、最短に短く話したいと思います。 예를 들면 제가 91년도 유 목사님 만났는데 그때 계속해서 하신 말씀이 복음, 私は91年度に劉牧師先生と出会ったわけなんですが、継기도 続して話していたのが전도 福音、祈り、伝道。말 이래 돌리고 저래 돌리면서 결국은 복음. 言葉をいろいろひっくり返しても結局は福音。 이거 복음이 뭡니까? 福音は何ですか? 예수가 그리스도. 예수가 그리스도. 기도는 뭐죠? 이노리와 난데쇼.
예수가그리스도누리는거예수가그리스도であることを味わうこと전도는뭐죠伝道は何ですか예수가그리스도다른사람말하는거예수가그리스도だと他の人に伝えること여러분결국복음기도전을같은거예요ですので福音祈り伝道とは実は同じです그말은복음이되어지면기도는저절로되어지는것이다ですので福音ができれば祈りは自然とできるものです진짜복음이행복하면기도는행복한기도가될수밖에없겠죠本当に福音で幸せなら幸せな祈りが出るしかないでしょう복음이되면전도는저절로되게되어있습니다福音ができれば伝道は自然とできるようになっています유목사님이그런말씀많이하셨죠류목의선생은こんな話をされ전도가안된다말은복음이안되는것이다伝道ができないということは福音ができていないということだ왜같은거니까なぜなら同じことだから저는6년계속들었어요私は6年間継続聞きました이걸통해제가받은응답이있습니다そしてこれを通して受けた答えがあります저는복음을들으면서내인생해답이났어요私は福音を聞きながらここに回答が出ました저는우리강훈이또우리가정이우리부모님인생이왜저렇게망했는가늘제가의문이많았었어요私の両親がなぜあの世に滅びたのかいつも恨んでいました답을찾지못하다가유무선을만나서제가답을얻었습니다答えを出せずにいたのに劉牧師先生と出会って回答を得ました예수믿지만은정확한내가복음을몰랐구나예수와신지ていたが正確な福音は知らなかった우리가문이우리가정이우리부모님인생이그럼복음몰랐어망했구나私の家庭が家門がそして両親が福音を知らないから滅びてしまった그러다보니까저는인생의결론을놔버렸어ですので私は人生に結論を下ろしました전도해야되겠다伝道をしなければならない유목사님만나고두번만나고저는딱놔버렸어류목의선생님과2度目に出会ったんですがそこで結論を下ろしました여러분그때이후로사실은한국교회에서다락방이되게막이단이었다고막얼마나바람많이불었습니까その当時は韓国の方で韓国はとても異端だという風が吹いていました그리고하다가다락방그만둔목사님들이굉장히많이있습니다そして다락방にいたのにもかかわらず辞めた목의선생님がたくさんいます그분들응답을많이받았어요その方たちもたくさんの答えを受けていました근데결국떠나버렸어しかし結局は離れてしまいました근데저는응답을전혀못받았어요しかし私は全く答えを受けることができませんでした근데안떠났어요しかし離れませんでした저는고진출신입니다私はただ出身です아제가면접을당했어요고진출신です私아고진출신です그런데전혀저는거기에대해서 어떤 영향받지 않았습니다しかしそこに対して私は全く影響を受けませんでした전도결론났으니까最初から結論が出ていたから내가전도하는교회복음을사는게아니다私は伝道するのは両親のために生きていることではない복음모르잖아요복음전해야되겠다福音を知らない人に福音を伝えよう복음이라는해답과전도된결론딱나고난뒤에요그때한국교회에서이단바람바꾼거예요福音に対する回答とそして伝道の結論が出た瞬間韓国で異端だという風が吹いてきました91年度から96年度まで継続福音を聞いてきましたそれで97年度에다락방이단바람불게된거예요そして97年度にタラッパンが異端だという風그때가한국에서 IMF 입니다その時韓国は IMF という時代でした그때제가교회를개척했어요その時私は教会を開拓しました이때유목사님이この時、リュウ牧師が5가지기초에대해계속하셨어요。5つの基礎という話を継続されました。물론그전부터해왔죠。その以前からもちろんしてきたことです。5つの基礎は뭡니까5つの基礎は何でしょうか뭐죠何ですか다락방。다락방。또そして팀사요。チーム市駅。ミッションホーム。ミッションホーム。전문교회専門教会。市교회죠。市教会です。다락방이뭐죠では다락방は何ですか다락방이뭡니까다락방은안됩니다우리다락방운동은요용어에대한개념이정확하지않으면행동이안나와요私たちの다락방っていうところは単語のところに確信がないと行動に動けません전도사의삶뭐전도사일하는데전도사뭐거라뭐몰라伝道者の暮らしと言いますが伝道者の暮らしは何ですかと聞くと分かりませんこれ전도사는살수가없지そうすれば行動はできないでしょう아전도사는이거구나아伝道者の暮らしとはこれなんだ뭔가개념이정확해야행동을할거아니에요何かが正しいこのように思った時行動ができるでしょう여러분다락방이뭡니까皆さん다락방は何ですか예내가있는현장에서복음누리는것입니다私がいる現場の中で福音を味わうことです내가있는현장에서
기도누리는것입니다そして私がいる現場の中で祈りを味わうこと내가있는곳에서전도누리는거예요私がいる現場の中で伝道を味わうことですこれがタラッパンです팀사역은뭐죠ではチーム刺激は何でしょう내가누리고보니까옆에서는못누려私が味わってみたら隣の人を見ると味わえていない。그래서내가누르는복음을누르도록도와주는거예요。ですので私が味わった福音をその人も味わえるように助けることです。내가누리는기도를누르도록도와주는거예요。私が味わった祈りをその人も味わえるように助けることです。내가누리는전도를도와주는팀사역입니다。私が信じた伝道をできるように助けるのがチーム刺激です。근데눈뜨고보니까그런사람너무너무많아。しかし目を開けてみるとそういう人は本当にたくさんいます。여러분제가그다락방그일주일에35군데있거든요私は다락방を1週間で35箇所に行きました아침10시나가면새벽2시입니다朝10時から出かけ始めて夜中になります일주일제가밥안먹고잠안자면서다락방에도35군안돼요1週間ご飯も食べずにそして寝れずに行って35箇所走りました근데사람너무너무많아しかし人はたくさんいます그래서이복음기도전도를누리도록도와주는일꾼을만드는것입니다ですのでこの福音祈り伝道を味わうようにさせる働き人を立てることです내가35군데간다면10군데갈수있는새사람만드는거예요私が35箇所走っているなら他の10箇所走れる人を3人立てます그러면30명을도와줄수가있습니다では助けることができる그래서열명에100명을도와줄수가있어요そのようにして100人を助けることができます그게미션홈이에요それが전문교는뭡니까では専門教会は何でしょう이러다보니까전문인을만나このようにしていくと専門人と出会った의사医者법조인法廷뭐교수そして教授근데이사람도복음못누려しかしその人は福音を味わえ전문성이있는데복음모르다보니까영적인지와있어専門性はあるのに伝道あの福音を知らないので霊的な問題が来ています그래서이전문인들에게복음기도전도를누리게도와주는것이전문교회예요ですので専門人の方たちに福音祈り伝道を味わうようにさせるのが専門教会です여러분지교회가뭡니까지교회は何でしょう이제는복음기도전도를누리는데다락방팀사미션을전문교회시스템을한지에깔아놓고계속누르도록만들어주는겁니다福音祈り伝道を味わうためにこの5つのシステムを下に広げて味わうようにさせることです결국5가지기초가뭡니까結局5つの基礎とは何でしょうか복음기도전도요福音祈り伝道です그게되면이건제대로될수밖에없는거겠죠それができればこれはもちろんできるしかないでしょう5가지기초이메시지를계속들으면제가받은응답이있습니다5つの基礎のメッセージを継続聞きながら私が受けた答えがあります그때 IMF 터지고제에게많은문제가왔어요その時 IMF の時代が来て私にもたくさんの問題が来ました어제제가간증했죠昨日私が証ししましたね한마디로말하면하나님께서제에게복음개인화一言で言うと神様は私に福音の個人化97年度부터2007年度から11年間입니다97年度から2007年度まで11年間です복음개인화기도개인화를이때다시주셨어요福音の個人化と祈りの個人化の答えをこの時に全てくださいました저는내생애에간증하라그러면저는이걸간증합니다私は私の生涯で証しをしなさいと言われればこの時のことを証しします내가완전히무너졌는데그때그리스도께서저를찾아오셨다私が完全に崩れていた時私にキリストが来てくださったキリストを만나고내인생완전바뀌었다そしてキリストと出会い私の人生は全く変わった저는그거외에는간증할게없어요それ以外は私は証しできるものはありません저는전세가는데이간증합니다私は全世界に行ってもこれを証しします근데굉장히성도들이이게좋아하더라고이렇게ですので生徒さんもそれを聞いてとても喜んでくれます목사님내얘기한다면서僕의先生とても大きな話をできる話をしてくださると제인생스토리니까もちろんできた話なので다섯가지기초이게딱되고나니까그다음한게있죠5つの基礎ができた後に次のものがあるでしょう전도캠프伝道キャンプ여러분전도캠프가뭡니까伝道キャンプとは何でしょう저는전도캠프이때하나님이저를이렇게전도총무로이렇게세우셨어요私はこの伝道キャンプの時に私を伝道の総務として立たせてくださいました
우리노에서김목사전도총무해야된다그렇게얘기를하더라고私に김牧師総務になりなさいと言われました그래서저는할수가없습니다ですので私はできませんと그래도해야된다라는거예요それでもしなければなりませんと言われました알겠습니다기도하겠습니다ですから分かりました祈ってみますというふうに言いました이제기도한단말은말은기도지이제안할국민을이제찾는거예요내가이제祈りますということは言葉が祈りっていうだけでどうすればやらないのかそれを考えていました그래서하나님앞에제가얘기했습니다ですので神様に話しました전도총무할수없는이유伝道の総務をしなくてもいい理由첫번째나는우리교도감당못하는게무슨내가전도총무합니까一つ目に私は自分の教会も一つ耐えられないのに何の伝道の総務ですかと그때하나님에게말씀주셨어요その時神様は私に御言葉をくださいましたね때문에교회안되니까빠져나와라라는건데요あなたのせいで教会がうまくいっていないからそこから出なさいと두번째는아나는캠프모릅니다그랬어요二つ目に私はキャンプは私は知りませんと言いました그래서캠프알도록해서종무시킨거다ですからキャンプを知らせるためにあなたにそれをやらせたんだ한세가지를질문했다하나님이내가어떻게더이상다그거하지못할만큼답을주시는거예요私が神様に3つぐらい質問をしたんですがこれ以上私は答えれないっていうほど神様は答えてくださいました그래서어떤순서에종무하게되었습니다ですのでしょうがなく私は総務をやることになりました그러면서2008년도에우리교회에자체캠프를했어요そして2008年度に私たちの教会でキャンプを開きました참감사하지요本当に感謝なことです하나님이복음전도를통해다결론딱내리고나니까이단바람불었거든요福音祈り伝道を悟ってそこに回答結論を下ろした瞬間異端の風が吹きましたね그어려움속에서하나님에게복음교회기도개인화시켜주셨어요その難しい状況の中で福音を個人化させてくださいました복음개인화의결론이뭔줄아십니까福音の個人化の結論は何ですか더이상나는나를위해살필요없다これ以上私は私のために生きる必要がない나는나를위해성기순받을이유도없다私は私のために聖霊充満を受ける必要もない이미나는반석인데뭐すでに私は岩だからだ엄벽에서이길수가없는데뭐하데스もも이미요새다받았는데鍵をもらったから더이상나는내인생을살필요없다그래요これ以上私は私のために人生を生きる必要はない그러니까할일이뭡니까ですので私がやるべきことは何でしょうか전도밖에할일이없어伝道しかやることがありません하나님복음에딱결그딱체험이저개인화딱시켜놨는데하나님나를전도속으로탁들어가게만드신거예요福音個人化された瞬間完全に伝道の中に入るようにしてくださいました그때유목사님이2008년도에캠프말씀하시면서실상을보라이런말씀을주셨어요その時に劉牧師先生は伝道キャンプの話をしながら実像を見なさいとおっしゃいました그때제가실상을보게된겁니다その時私は実像を見ました예배캠프딱들어갔는데그때제가사단의실상을딱봤어요予備キャンプに入ったんですが、その時にサタンの実像を見ました。우리는뭐사단을꺾어라흑암이뭐현장장악하다말은하지만은실상을못보고그냥말만할수있어요。私たちはサタンは打ち砕きなさい。このように言っても実像を見れないことがあります。저도그렇게했으니까。私もそうだったので。그런데제가실상을봤어요。しかし私は実像を見ました。사단이전권력을다장하고있다는제가보게됐습니다사단과すべての権勢を握っているこれを見ました제가자세한얘기를할수는없고具体的な話はできませんが그때왜유목사님이캠프는빛이라고했는가제가답이다나버렸어요その時なぜ劉牧師先生がキャンプは光だとおっしゃったのかその時わかりました저도종말에서강의하고했거든요私は聖霊充満になって講義をしたりしました캠프는빛이다キャンプは光だ뭐어둡니다そして何は暗闇だ。근데실상을보지못했어요。しかし実像は握っていませんでした。근데하나님께실상을보여주신거예요。しかし神様は私に実像を見せてくださいました。전현장에사단에게잡혔다는걸보고나니까그래답은빛밖에없다すべての現場がサタンに囚われているこれを見た瞬間そうだ答えは。그래서유목사님이캠프라는단어를쓰셨구나。ですので劉牧師先生がキャンプという単語。그걸두번째딱보여주는거예요。それを二つ目に。교회실상을봤어요。教会の実像を見ました。사단은전현장을구슬구슬파고드는데교회는늘순순끌어모아가지고교회에서뭐부흥이하고기도하고뭐제자훈련한다면서요그짓을하고있는거예요사탄은すべての現場を掌握しているのに私たちは教会で生徒を導いてリバイバル会だ祈り会だということをやっています성도들끌어모아놓고부흥이하고뭐제자훈련하고하는동안에사단은전혀다파고들어가고있는거예요지금生徒を引っ張り出して教会の中でリバイバル会だそして祈り会だって言ってる時に사탄は隅々にまで入っていました그래서중세계유럽교회가다무너졌구나ですので中世代のヨーロッパはすべて崩れてしまったんだ
그런교회아무리말아도소용없다そのような教会いくら出会ったとしても意味ない그래서유목사님이지교회단어를쓰셨구나ですから劉牧先生が지교会という単語を使った여러분지교회가뭡니까지교회は何でしょうか단순하게흑암을끊는운동이아니에요단순な暗闇を打ち砕く運動ではありません캠프는빛을비추는거지만은지교회는다릅니다캠프とは光を放つことですが지교회はまた違います여러분사단이그지게얼마나사단의줄기사단의뿌리가얼마나깊은줄아십니까皆さん사단의내そして사단의その意図とはどれほど深いところまであるかわかりますか한번가서캠프하고왔다흑암과낄줄아십니까一度行ってキャンプをしてきたそれで暗闇が打ち砕かれると思いますか그래서지속적으로빛을발할수있는지교회운동ですので지속して계속光を放つことができる지교会運動그거보고나니까성도의실상을제가봤어요それを見た後に生徒の実像현장에서는너무너무많아現場でもたくさんいます그런데본인은흔들리고있어しかし本人は揺れています자기문제해결못하고있어自分の問題も解決できています아예전도는생각도못하고있어요伝道なんて思いもできません그런성도지구상이꽉차도현장을전허가못끊는다이地球上に溢れていたとしても現場の暗闇は打ち砕けないと그래서유목사님이전도제자는단어를쓰셨구나ですので劉牧先生が伝道弟子だという単語を使ったんだ그러니까유목사님메시지가요현장에서요확인이팍팍되는거예요そして劉牧先生のメッセージが現場で確認されました이것을알고정말지교회운동을위해서생명거는사람これのために지교会運動のために命をかけた人그래서이후로중직자시대를열었구나ですので従職者の時代を開いた진짜중직자가현장의실상을쳐다보고지교회운동한다면네가지경제응답축복을줄수밖에없다ですので本当の従職者が現場の中でその実像を見るとすれば神様は祝福をくださるしかないんだ저는유목사왜중직자시대에있는가정말로현장에서제가확인했어요私はなぜ劉牧先生が従職者の時代だと言ったのかそれを現場で確認しました여러분그때부터제가요지교회에들어가기시작했어요その時から私は地教会に入り始めました。그때는그전에는안들어갔습니다。その以前は入っていませんでした。지교회가얼마나중요한지깨닫고요들어갔어요。地教会がどれほど重要なのか悟った後に入りました。巡礼를하기시작했습니다。そして巡回をし始めました。3년하겠다。3年すると。3년동안캠프하겠다。3年間私はキャンプをする。순회사역을계속했어요。巡回の施行を継続しました。제가순회를해보고제가결론내린게뭔줄아십니까そして巡回をした後に私が下ろした答えは何かわかりますか지금까지전도된거전도된거는하나님의은혜다今まで私が伝道してきたことは神様の恵みだ들어가보니까너무나훈련이안돼가있어요入ってみたら本当に訓練などできていませんでした훈련은엄청받았는데훈련이안돼가있어訓練はたくさん受けたのにもかかわらず訓練できていません전도신앙은졸업해도구원의길도할줄몰라伝道神学院を卒業したのにもかかわらず救いの道さえもできません그래서그냥전도제자가되면안된다ですのでただの伝道弟子ではダメだ훈련된전도제자만이현장을살릴수가있다訓練された伝道弟子だけが現場を生かすことができる이래가자본격적으로훈련시키기시작했습니다そして本格的に訓練を始めました제가여러분그냥볼때는막이렇게막이렇게막성격이없고막대충넘어갈것처럼보이죠그죠皆さんが私を初めて見た時に適当に笑って何かこうすような人に見えますね제가어지간히다그넘어갑니다私が全て次に行きます근데훈련만큼은제가그냥안넘어가요しかし訓練だけはただ過ぎません훈련된전도제자訓練された伝道弟子여러분아무리군인을불러도훈련안된군인은아무소용없어요皆さんいくら軍人を呼んでも訓練されている軍人は意味がありません저는전도캠프시대를통해서받은응답이있습니다私は伝道キャンプの時代を通して受けた答えがあります뭐우리자녀응답하는말놔두고子供の答えを受けたのはほっといて이때하나님께제게요저의인생스케줄을주셨어요この時神様は私に私の人生のスケジュールをくださいました유목사님그때하신말씀이있습니다劉牧先生がその時におっしゃった御言葉があります인생도표人生の이때제가다나와버렸어요地図その話を受けました영원한언약永遠な契約평생언약一生の契約이면적契約利面的な契約그때제가다나왔다니까その時悟りました그런데전도캠프를해도다들안돼しかし伝道キャンプを行っても何かうまくいかない이래서유목사님이전도자의삶을말씀하기시작한겁니다ですので劉牧先生が伝道者の暮らしの話をされました전도캠프를하는데전도도안돼伝道キャンプをしているのに伝道はできません
저는생각했어요이유가뭘까私は考えました왜유목사는전도자의삶을얘기하셨을까なぜ劉牧師先生は伝道者の暮らしの話をされたのか이거는순전히제가아생각하는겁니다これは単純に私の考えです결국전도자의삶은전도와삶이하나되는것이다結局伝道者の暮らしとは伝道と暮らしが一緒になることだ。キャンプは하는데전도하는데삶이무너져가있어요。キャンプはしているのに伝道はしているのに暮らしは崩れている。결국전도가안되는거요。結局伝道ができないわけです。또삶은되는데전도가안돼。また暮らしはうまくいっているのに伝道はできない。결국삶이무너진단말이에요。結局暮らしは崩れるようになっています。아그래서전도와삶이하나되도록만드는게전도자의삶이구나だから伝道と暮らしが一緒になることを伝道者の暮らしだと言うんだ여러분전도와삶이하나되면전도도승화삶도여러분승화합니다皆さん伝道者の暮らしができれば伝道できる暮らしは暮らしも成功するようになっています여러분진짜사업가가그렇지내인생의목표는전도다本当の事業家がそうだ私の人生の目標は伝道하나님이것때문에나를사업가로부르셨구나神様がこれのために私を召してくださったんだ여러분그사람은전도때문에사업에생긴겁니다その人は伝道のせいで使命ができたわけです단순하게뭐돈벌기위해서사람이이용하고그렇지않습니다単純にお金を稼ぐためにやっていることではありません자기손해봐가면서사업을해요自分の損を受けながら事業をします근데사업망하는자절대로망하지않습니다しかしそれで事業が滅びるのかそうではありません그래서전도와삶을하나되는방법이뭐냐そして伝道と暮らしを一つにされるすることができる方法は何か그게삼원을이다それが三教です근데참제가감사했어요そして本当に感謝をしました왜냐하니까제가지교에들어가가지고계속훈련시키면3원을훈련했습니다私が地教会の中に入って何を訓練させたか三教の訓練をさせました그때는뭐3원을이런단어가안나왔어요その時は三教という単語ではありませんでした지교에들어가서말씀잡는훈련을계속제가시켰습니다地教会の中に入って御言葉を握る訓練をさせました여러분2시간을캠프하면때로는1시간50분을훈련시켰어요皆さん、例えば2時間を訓練させるなら、1時間50分は継続して訓練しました。그말씀속에서그지금처럼오늘전도그걸찾는방법。その中で今日の三教を見つける方法や、그속에서기도제목찾는거。その中で祈りの題目を見つける方法。사모를오기전에제가그걸계속했다니까。三教という単語ができる前にそれを継続しました。어느정도우리교회가뭔가이좀되어지고할때、그때이모사모를몇세단어온거예요。ある程度うちの教会がうまくいき始めた時に三教だと言われました。그때제가감사했습니다。その時私は感謝しました。아하나님나와함께하시구나。아神様が私と共におられる。참나는부족하지만은성령이나를인도하고계시구나。私は本当に足りないが聖霊様が私を導いてくださっている。여러분지금성령의인도받는다말은무슨말이겠습니까？皆さん聖霊の導きを受けているとは何でしょう？여러분말씀과함께가는거예요。御言葉と共に行くことです。여러분말씀이말씀들을때충격받고물론그럴수도있겠지요미고도바우케테쇼기키우케타물론소레모아르데쇼충격이아니고어당연한거네しかし衝撃ではなく、あ、これ지금내가하고있는거네私が今やっていることじゃん。야유목사님어떻게알았지아류목회先生なんで分かったのか야과연유목사전도자시구나아やはり伝道者だ한시대에서하나님의사람이맞구나一つの時代の神様の人で合っているんだ그래서유목사여러분함께가는겁니다そして류목회先生と皆さんが共に行くわけ제가확인됐어요私はこれを確認しました그런데전도자의삶을살고삶원을보름하고하는데또안되는거예요しかし伝道者の暮らしもしている三教もしているのにもかかわらずまたできない그래서유목사님이전도집중신학원이라는단어를쓰게된겁니다집중집중시대죠そこで劉牧師先生が伝道集中時代という単語を使い始めました저는이거어떻게생각했냐면요私はこれをどのように考えたのか전부다하고훈련받았는데뿌리는여전히창세기3장이라すべて訓練を受けたのに結局私の根は漱石三章그리스도가아니고여전히나요キリストではなく相変わらず私です말은그리스도지실제로나라言葉ではキリストと言いながら実際は私です이게안바뀌는거야これが変わらないわけです이거안바뀌고지금까지훈련받아온거요これを変えずに継続訓練を受けてきました내안에각인된것이하나님의나라가아니라내안에있는세상私に刻印されているのは神の御国ではなく世の中이것때문에상처받고これのせいで傷を受けて상처가각인되어있어そして傷が刻印されています사실은우리속에
있는체질実は私の中にある体質말은예수님하나님자녀인데여전히불신자체질그대로지금살아가고있단말이에요그지레와예수와그리스도と言いながら相変わらず미신자の暮らしをしています그래서성령충만체질을바꿔라이거예요ですので聖霊充満を受けて買いなさい뿌리각인체질이얼마나깊은줄아십니까저는11년간복음서로들어가면서요마지막단계에서복음뿌리私は11年間福音の中に入りながら最後の段階で福音の根드러나는혈기분노문제가아니다それはただの激怒の怒りの問題ではない그거는드러나는거고それは結局表される問題내안에뿌리각인된거이게정말중어문제구나이생각했어요私の中にある根と体質と刻印が本当の問題だと悟りました근데요전도집중신앙을통해제가받은응답이있습니다しかし集中伝道神学院を通して受けた答えがあります여러분우리뭐서장노님잘아시지만은우리는지금다락방1세대목사입니까皆さんも知っているに私たちはタラッパンの一世代の牧師でしょう우리다락방은세대개척굉장히빠릅니다私たちのタラッパンは世代の交換がとても早いです우리1세대는이미뒷방늙은이가되어있어요すでに1世代の人たちは後ろの本当に老けた老人になってきています그런데한번도서두르다생각하지않습니다목사님들이しかし一度も牧師先生たちが嫌だと思ったことはありません이런뒷방늙은이가되어야되는데하나님저를요집중신학원여러분만나러왔잖아요지금しかし私は一足後ろに下げて老人になっていなければならないのに神様は私우리신학원사님이생각하는데제1호졸업생이득된거예요この牧師先生が私がここに来たのに卒業されました자기도황당하고나는더황당하고その牧師先生も本当に뭐그래서엄청난역사하는것도아니야びっくりして私もびっくりしました。だからといって宮沢が大きい。あ、역사야뭐더많은역사를우리다락방많이있습니다宮沢をたくさん感じた人はもっと다락방の中にいっぱいいます그런데그분들말고우리신권사님이로졸업생이돼버린거예요しかしその方ではなく신목회先생が今ここに来ています갑자기방송국잡아서뭐촬영해서막우리도같이정신이없어가지고急に放送局が来てインタビューをしたり私たちも本当にびっくりしました처음에우리서장노님이어디가서목사님께좀그강의를해라는거예요보고そしてその長老さんにあるところに行って証しをしてくださいと내가할말이있어근데강의를하지私が私が話したことがないので結局講義ができませんでした여러분집중신학원은그냥여러분강의를하는자리가아닙니다集中伝道神学院ではただ講義をする場所ではありません말씀속에서응답한데포럼하는얘기거든요御言葉の中で恵みを受けたものをフォーラムする場所です근데할게없는데가서뭐라고하지내가しかしする話がないのに行って何を話そうか근데순종하면제가갔어요しかし従順しながら行きました근데하나님그때제게생각을바꿔주신겁니다その時神様は私に考えを変えてくださいました네가한시대전도자만나서얼마나지금까지많은은혜를받았냐あなたが一つの時代の伝道者と出会って今までどれほどの恵みを受けてきたのか이제는그은혜를갚아야될거아니야これからはその恵みを返さなければならないのではないのか제마음속에그런생각이드는거예요私の中にそのような考えが내가뭐잘하고안하고그거는상관없다私がうまいからできないからの問題ではない조그만한부분이지만은그은혜를감동하고내가가야되겠다그생각을내가하게됐어요小さなことだが私が受けた恵みそれを持っていこう어찌됐든간에전도집중신학원내가지금여러분만나러왔다니까とりあえず伝道集中神学院で皆さんを出会うためにここまで来ました여러분보세요지금까지우리가받은훈련응답반드시확인해야됩니다皆さん見てください私たちが今まで受けてきた訓練と答えを確認しなければなりません어떤분들은응답없대見ると人たちは答えはありませんと。근데성경에는뭐랬죠しかし聖書では何と言っていますか하나님24시간응답이한대있잖아요神様は24時間答えてくださるそうです하나님의특기가뭡니까神様の特技は何でしょう말씀하시는겁니다答えてくださることです근데나응답없대しかし私は答えがありません여러분응답없는게아닙니다答えは응답을확인하지못한거예요答えを確認できていないわけです여러분이번신학원을통해서여러분응답을확인하기를주님의이름으로축원합니다皆さんも集中伝道神学院を通して答えを確認することを願います제가오늘한강의는성도와함께누리행복한말씀집중이거든요私が今日話すことは生徒と共に味わう幸せな御言葉集中です어제제가강의끝나고난뒤에아오늘은조금내조절해야되겠다생각했어요昨日の講義が終わった後に私は今日は少し調節しようと思いました어제여러분들보니까나는시계잘안보여가지고보니까막1시간15분있다그러더라고皆さん私は時間があまり見えなかったので終わった後に見たら1時間15分メッセージをしたそうです그래서
오늘은한시간을끝내야되겠다ですので今日は1時間で終わらせようと여러분제가할말이많지만은제가이렇게간단하게강의하고우리신권사님이거기는간증을할겁니다私は言いたいことはたくさんありますが簡単に講義をした後に新幹事さんが前に出てきてまた話してくださいます여러분우리가말씀에집중하기이전에우리는말씀흐름을타야돼요私たちは御言葉に集中する前に御言葉の流れに乗らなければなりません이말씀흐름어떻게타지요この御言葉の流れはどのように乗りますか말씀흐름중에가장중요한게성경의흐름이에요御言葉の流れのうちで一番重要なのが聖書の流れです여러분성경의흐름이뭡니까聖書の流れは何ですか요한복음5장39절요한의노후인쇼고쇼39절누가복음24장27절루카24장27절누가복음24장44절そして루카24장44절여러분결국성경의주제가누굽니까結局聖書の中の主人公は誰ですか예수님입니다예수그리스도です성경은예수님에서계속말씀하고있어요聖書は예수그리스도について계속話しています이거우리복음이라그러죠これを福音だと言いますね。여러분성경은복음의흐름입니다聖書の中は福音の流れです그래서여러분구약성경이뭡니까ですので皆さん旧約の聖書は何でしょう메시아보내겠다는겁니다메시아を召してください여러분메시아가뭐죠메시아は何でしょう우리의죄문제를해결할제사장私たちの罪の問題を解決してくださる그게모세오경입니다それが모세の誤解です그리고계속피드에서얘기하잖아요それを常に話しています이런메시아가무슨말이죠메시아와どういう意味でしょう사단을이기신왕사단을가타れた그게역사였어요それが歴史です그리고메시아가뭡니까そして메시아は하나님만나는길선지자神様と出会う道である預言者이게선지서입니다これが預言書です이게구약서로나올거니요これが旧約の여러분성경요나중에찾아보세요39の御言葉です後から聖書を見つけてみてください여러분구약성경은모세를얘기하는게아닙니다旧約の聖書では모세の아브라함얘기안해요아브라함의話ではありません누구를얘기합니까誰を話していますか예수님얘기한다예수様の話です그런데한국교회가주제를놓쳤어요しかし韓国の教会では主題を逃してしまいました아브라함잘압니다아브라함はよく知っています아브라함고향한번도안살아봐놓고고향안다아마아브라함の住んでいたところがどこかもよく知らないくせに知っています마치같이살은것처럼아브라함아버지도알고형도알고언제죽은것도알고요다안다아마まさに아브라함と一緒に暮らしたかのように아브라함の아브라함の兄も父も知っています부인누구고애는어떻게낳았고다안다그렇게そして妻は誰で子供はどのように生まれてきたのかそれまで全部知っています그런데아브라함이붙잡았던메시아그건몰라요しかしその아브라함が握っていたメシアは知りません여러분신약은뭡니까皆さん新約は何でしょう약속된메시아가그리스도로오셨다가아닙니까약속されたメシアが그리스도として来られたではないでしょうか여러분그리스도의조건이뭐죠그리스도의조건은何でしょう그게바로마태복음입니다それが마태의福音書마태복음은왕으로오셨다마태의福音書で王として来られた마가복음은종으로오셨다마르코의福音書では下辺として来られた누가복음은인간으로오셨다루카의福音書では人間요한복음은하나님이시다요한의福音書では神様だ여러분이게그리스도의조건아닙니까これが그리스도의조건です여러분그리스도는반드시사단을이긴왕이되어야돼요그리스도와必ず사단이打ち勝たれた王にならなければなりません우리의죄를대속할대속물이되셔야됩니다そして私たちの罪を解決してくださった方にならなければ그렇게하기위해서는반드시죄없는인간으로오셔야돼요そのためには罪のない人間として来なければなりません죄없는인간은오셔야되기때문에하나님밖에없습니다罪のない人間として来られる方だから神様しかいません여러분그래서사복음서하잖아요ですので皆さん福音よく知っていますね여러분그러면이게사복음서입니다これが그러면사도행전은뭡니까4つの福音書だと言います사도행전부터서신서까지人の働き우리가그렇게기다리고기다린메시아あのように待っていたメシア。오신그리스도。そして来られたキリスト。그분이바로예수다이거요。その方がイエスだ。그래서예수가그리스도시다。だからイエスはキリストだ。이것이사도행전의목적입니다。これが使徒の働きの目的です。여러분집에가찾아보세요。家に帰って見つけてみてください。사도행전2장36절。使徒の働き2章36節。여러분반드시확인해야됩니다。皆さんが確認しなければなりません。확인하세요해놓으면또확인안해봄。家に帰って確認してくださいって言うと確認しませんね。시간이되면제가미리찾아서같이읽어야되는데지금그럴수가없습니다。時間があれば私が今一緒に探し読まなければなりません。5장42절。そして5章42節。9장22절9章22節
17장 2절에서 3절. そして17章2節から3節。18장28절。そして18章28節。꼭찾아봐야됩니다。必ず家帰って探してください。자、이성경의흐름이지금우리지금본부흐름아닙니까？この聖書の流れが今の本部の流れです。여러분본부흐름을타셔야됩니다。皆様は本部の流れ어떻게타죠？どのようにですか？지금까지흘러왔던흐름이있다니까。今まで流れてきた流れがあります。이걸놓치면안돼요。これを逃してはいけません。여러분지금어떻게보면참특별한은혜를제가받았어요。私はある意味とても特別な恵みを受けました。유목사님본격적으로다락방운동을대외적으로시작할때저는시작했거든私は本格的に劉牧師先生が다락방운동을始めた時に福音を聞きました이것이우리다락방에지금까지흘러오는여러분말씀흐름입니다これが今まで다락방に流れてきた御言葉の流れです근데뭐이런90뭐7년도못했던2000년도못했던이런분들은이부분에대해서뭔가느끼는게약하다그말이에요しかし97년도야また2000년도から福音を聞いた方たちはここについて感じることがとても弱いです저는늘이게내머릿속에딱각인되어가있습니다しかし私はこの部分についてこれが本当に私に刻印されています다시말하면이건훈련이죠訓練ですね지금까지흘러왔던그말씀의흐름今まで聞いてきた御言葉の流れ그속에서한의언약その中で契約여러분본부한의언약아시죠そして本部の1年の契約知っていますね잘모르겠다그러면안됩니다わかりませんと言ってはいけません여러분우리본부한달언약아시죠화요집회月火曜集会で話してくださる이번에여러분뭐죠今月は何ですか길道우리가뿌리각인집중하게되면길이보인다는거야네다이스국인이変われば道は見えますと여러분저는화요집회가면요아하나님이지금나와함께하시구나진짜확인합니다私は火曜集会に行くと、あ、神様が今私と共に。우리사역에가가지고느끼는게뭔줄아십니까そして施行の現場に行って感じたこと何か。お、목사님지금우리교회하고있는걸말씀하고계시네이랍니다아목회先生今私の教会でやっていることを話していますね그리고가면다음달방향을그때제가붙잡아요そして行けば次の月の契約をまた握ります그거를설교를통해서막나갑니다そしてそれを説教を通して話します그리고주간언약そして一週の契約한주간의모든메시지요약정리가바로핵심메시지입니다一週間の中での御言葉の流れの整理が核心礼拝です그리고산업선교そして産業選挙です그리고또우리그이마누엘교회유목사님메시지そして이마누엘교회の劉牧師先生のメッセージ이런본부흐름을타셔야돼요このような本部の流れを목사님말씀붙잡을게너무많은데요아목회先生미言葉握るべき言葉たくさんあります여러분흐름타면된다니까皆さんが流れに乗ればいいです세번째는여러분교회흐름을타셔야됩니다皆さんは皆さんの教会の流れに乗らなければなりません여러분교회흐름이뭐죠皆さんの教会の流れは何ですか여러분반드시교회정체성이있어야돼요教会の中で招待性がなければなりません하나님이우리교회를왜세우셨느냐神様がうちの教会をなぜ立たせてくださったのか교회정체성입니다教会の招待性です저는이것이영원한언약으로私はこれが永遠な契約としてキリストは世界복음화キリスト世界福音化여러분적어도목교회흐름타려면목회자의정체성을알아야돼요そして皆さんが教会の招待性を持つためには牧会者の招待性왜하필이면우리교회우리목사님을세우셨는가なぜこの教会に牧師先生を立たせてください왜하나님이지금까지많은목회자가있지만하필이우리목사님만나게하셨을까なぜ今までたくさんの牧会者がいるのにうちの牧師先生を立たせてくださったのか그게저는평생언약입니다それが私は一生の契約です세번째는여러분개인정체성이있어야돼皆さん個人の招待性がなければなりません직분자는직분자의정체성이있어야돼요職分を持っている方は職分者の招待性がなければ하나님께서무엇때문에나를우리교회장로세우셨는가神様がなぜ私をこの教会の長老として立たせたのか그래여러분교회흐름을탑니다それでこそ教会の流れを乗ります장로님이돼가지고나는왜한마디예원교회장로그걸모른다그러면어떻게이흐름을탑니까여러분長老でありながらなぜ僕は浜松예원교회の長老なのか知らないとそれで流れに乗れますか그것이이면적계약입니다それが裏面的な契約です자이속에서나오는것이여러분교회한의언약입니다
この中で掴むべきことは1年の皆さんの教会の権威。그리고교회주간언약있지않습니까そして教会の中の主日講談メッセージの流れ。자여러분이속에서나오는것이오늘의말씀이에요この中で来るものが今日の御言葉。여러분오늘의말씀이라는것이오늘걸붙잡는게아닙니다今日の御言葉とは今日のものを握るものではありません이런성경의흐름この聖書の流れ본부의흐름本部の流れ그리고교회전체흐름そして教会全体の流れ그속에서오늘이나와야돼その中で今日が出なければなりません요흐름다놓치고기도좀한단말이에요この流れは全て逃して祈りの手帳をやる물론안하는것도좋지만은흐름은못합니다여러분しないよりはいいかもしれませんがダメです자여러분들이이런말씀흐름타야되고요부분은우리장모님권사님이얘기할거니까제가간단히핵심만얘기하겠습니다この次は幹事さんがまた話してくださるので우리교회하고있는거革新的なこと자이런말씀흐름속에서말씀묵상훈련이필요한거야このような流れの中で御言葉の묵상の訓練が必要왜성도들이묵상훈련이안돼가있어요なぜ生徒さんは묵상の訓練が특히우리다락방훈련다락방그성도들은요묵상훈련이안돼가있어요特に다락방の生徒さんたちは묵상の訓練ができていません듣는훈련너무잘돼있는데묵상훈련이안돼가있어聞く訓練はとても上手なんですが묵상ができません그걸보고말씀개인화라는겁니다それを置いて御言葉個人化だと言います그래저는묵상훈련을어떻게시키냐면요단계별로시킵니다私は黙想の訓練をどのようにさせているか私は段階的にさせます1단계는질문1段階は質問질문하나만들어요質問をするようにさせます어떤지상관없다何でもいい질문하고기도서봐라質問をした後に祈りの手帳を見なさい여러분질문하는기도서보면요글을읽습니다質問をした後に祈りの手帳を見ると字を読みます。줄긋고빨간줄긋고별표하고다하는데글을읽어質問をせずに祈りの手帳をするとただ赤線や黄色線や引きますがただ字を読んでいます。그리고확인하는데집중이안돼そして確認しなさいと言いますが集中はできません。질문딱하면요글을읽는게아닙니다しかし一度質問をするとただ字を読むことで내가한질문에하나님어떻게답하시는가하는음성을듣게돼있어요私がする質問に対して神様がどのように答えてくださるのか神様の御声を聞くようになります하나님음성을듣게해서집중하게되었습니다神様の御声を聞くために私が集中するようになっています묵상훈련안된분들에게제가묵상훈련시키는제첫번째단계입니다これは黙想ができない方たちに黙想をさせるための1段階目の訓練です두번째단계는2단계예실제이제묵상훈련자가시켜요そして実際的に私が黙想の訓練をさせます뭐예를들면제가하는걸로말하면본문묵상例えば私がしていることは本部の黙想기도서처본문있잖아요그묵상을하는거예요祈りの手帳の本文の御言葉の黙想をさせます그리고기도서처하는내용요약そして祈りの手帳の内容이것도묵상입니다内容の요약これも黙想です이속에서삶오늘을찾아내는겁니다そしてその中で三教を見つけます지금현재우리사역자들이이훈련지금이훈련받은거계속하고있습니다今現在私たちの教会の使役者たちがこの訓練を受けて今も続いています근데우리사역자들이렇게계속제게보내거든요저기미리다확인해요そして使役者が継続して私にそれを送りますそしたら確認をします근데그중에가장근접하게하는분이신의자권사님しかしその中で一番近い感じでやる方が신조이훈련오랫동안했습니다그리고とても長い間그여러분그나중에좀간증들으시고その話を後ほど3단계훈련이있어요そして3段階원래이걸2단계훈련했는데너무힘이들어가지고3단계훈련으로그리고実は2단계目で訓練させていたんですがとても難しいということで단계적묵상훈련을제가시켰어요段階的な黙想運動をさせました뭐냐면메시지정리하는방법例えばメッセージの整理方法성도들이메시지정리못합니다生徒さんはメッセージの整理できません지금인데뭐만하더라나몰라一生懸命話を聞いたのに何を話しましたかと聞くと分かりません메시지어떻게정리해야되는지メッセージをどのように整理しなければならないのか정리가되면그래서깨달은말씀이나와요整理をした後にそこで悟った御言葉が出ます깨달았으면뭔가붙잡을게나오겠죠悟ったらまた握るべきものが出るでしょう그래붙잡은것을그속에서실천할거そして握ったものの中で実践すること그다섯가지적용훈련을시킵니다そして5つの適用をさせます나만남가정업지역私と家庭と出会いと業と
行5가지기초그걸적용시키게만들어요そして5つの基礎を適用させるようにしています자그중에5가지적용가운데그중하나실천할거そして5つの適用の中で1つは実践すること그게바로3오늘입니다それが3強です이훈련자도계속제가시켰어요このような訓練を私が継続してきました우리많은사회자들이하다가막그만두더라포기하더라고多くの支援者がやる途中で諦めたりしています근데가장오랜사람이신권사님이에요しかし一番長い間続けた方が新幹事さんです지금은신권사님이3단계잘안하더라고今は新幹事さんがこの3段階이미요단계를거쳤기때문에이단계얼마쯤되고있거든요なぜならその段階を越しているからこの段階がもうできています여러분우리가말씀묵상훈련하면세번째는말씀실천묵상의훈련ができたら미고도바의실현です여러분실천해야말씀성취됩니다실践してこそ미고도바와成就されます그게바로삼오늘이에요それが三教です여러분말씀흐름속에서말씀묵상하지요미고도바의流れの中でも미고도바は묵상しますね반드시이런말씀실현될게나옵니다では必ず미고도바가実現されるものが出ます오늘나에게주시는하나님의말씀분명히있습니다今日私にくださる神様の미고도바があります그게오늘의말씀이에요それが今日の미고도바です오늘내스케줄속에서만나는사람에대한하나님의계획분명히있습니다今日私のスケジュールの中で出会う人に神様の計画があります여러분사모님해보면여러분아마경험할겁니다皆さんが参加すれば経験するでしょう말씀속에서대상자에대한정확한어떤대상자를오늘하는예배는알게됩니다今週1週間の御言葉を持って伝道対象者を置いてどんな伝道対象者かその回答が出ます이사람이어떤상태인지진단정확하게말씀속에되져요そしてその対象者の診断ができるようになります한번도만난사람이아닌데一度も出会っていないのに그리고정확한답이말씀속에서나옵니다そして正確な答えが御言葉の中で出ます이것이오늘의전도예요これが今日の伝道です우리이렇게계속매일하고있습니다うちの教会では毎日これを行っています오늘우리신교수님그간증할겁니다そして今日は新幹事さんが전도는결코어린것이아니다伝道を難しく思わないでください뭐그래도무시다이이런것도뭐틀린말이죠だからといって伝道はとても簡単だこれも맞습니다자여러분이것이되어지면되는게뭡니까これができ여기서나오는게바로기도제목나오죠ここから来るものは祈りの題目です그게바로삼오늘입니다それがまた三教です그래서여러분이이런부분에대해서실제적으로여러분해서응답을꼭받기를바랍니다この部分について実際に行って答えを受けることを願います자결론結論여러분말씀집중할때이르는축복입니다皆さんが御言葉に集中するときに来る祝福です말씀집중할때각인됩니다御言葉を集中するときに刻印されます집중하지는각인절대로안됩니다集中しなければ刻印は決してされません그때뿌리박이체질이바뀝니다そのとき根が変わり体質が変わります말씀집중할때치유가되죠御言葉に集中するとき癒されます여러분치유중에가장치유가중요먼저될치유가뭐죠癒しの中で一番重要な癒しは何か知っていますか나의영적상태가바뀌는겁니다私の霊的な状態が変わります뭐육신병도낫고뭐그것도물론중요하지만그거는영적상태바뀌면저절로낫게되어있습니다肉体的な病が癒されるこれも重要なんですが霊的な状態が癒されればそれはもちろんついています지금우리훈련받은성도들과이거뭐요말씀집중했는데굉장히치유가되어굉장히많이바뀝니다今訓練を受けている支援者たちが御言葉に集中するときにとてもたくさん癒されてきました말씀집중할때응답이와요御言葉に集中するときに答えが来ます여러분그응답이뭐죠ではその答えは何でしょう갑자기막돈생기고いきなりお金が生じて팔미션응답입니다そしてやそれではなく8つのミッションの答えです여러분우리근본미션이뭡니까皆さん根本ミッションは何でしょう그건3오늘이에요それは三教です그게되어지면절대미션은오잖아요それができれば絶対的なミッションが来るですね그게대한증인이오늘우리신권사님입니다それの証をしてくださる方が今日の新幹事さんです그래서오늘또간증을통해서여러분도전받으시고또힘도드시고그래하시길바랍니다今日の証を聞いてまた皆さんも挑戦したり力を得てください한번기도하겠습니다祈ります하나님말씀주신것감사합니다神様御言葉をくださったことに말씀흐름속에있게하시니감사합니다御言葉の流れの中にいるように말씀에집중하게하시니감사합니다御言葉に集中するようにしてください말씀실현에증인되어지게하옵소서御言葉実現の証人となるようにしてください특히8가지미션의응답을받게하옵소서特に8つのミッションの答えを受けるようにしてください예수그리스도이름으로기도합니다예수그리스도의이름으로기도합니다아멘아멘